お疲れ様です。長倉です。今日はですねビジネスの始め方について話していきたいなと思います。最近なんか自分のコミュニティの中でですね、新規事業みたいなのをねなんか一緒に立ち上げようみたいなプロジェクトとかやり始めてなんか気づいたんですけど、まあ、自分のね、会社だったら、なんか別にね段取り当たり前のようにいろいろやってるんですけど、例えば、ね、何から手をつけるかみたいなところで、ね、やってるんですけど、なんかやっぱり初めてね一緒になんか やろうと思った時になんか意外と、ちゃんと教えてなかったことっていうのがいっぱいあるなというふうに思ってて、俺はいつも言ってるのはなんかスケジュール化の重要性なんですよね。だから別にタスクを出すっていうよりは、トゥードゥーリストってあんまり俺は必要ないと思ってて、スケジュール化の方が重要。だからトゥードゥーで何々するっていうのよりは、何時に何々する、何時までに何々するっていうのをまず決めることが重要。要するにスケジュールを決めることが先なんだよっていうのを、なんか意外と知らない人もいるなと思ってて、もちろんね、トゥードゥーリストだけでも、まあ、自己管理できる人ならいいんだけど、今ってね、やっぱりこう、よく言われますが、本当に時間がね、ないんですよ。本当に、だからまあ、いいかどうか別としてね、SNS 見る時間とか、YouTube 見る時間とか、もうとにかく、その、可処分時間をっていうのが奪い合いって言われてるぐらいで、まあ、とにかく消費、まあ、時間の消費、浪費みたいなことは、もう簡単にできるじゃないですか。だって手元に iPhone があれば、何でもね、時間が消費できるわけですから、まあ、そういう時代においてね、一番重要なのは時間管理なわけですよ。タスク管理じゃなくて。だからタスク管理よりも時間管理が重要で、まあ、その時にまず始めなきゃいけないのは、何かビジネスやる時に重要なのはやっぱりスケジュール化すること、トゥードゥーリストじゃなくてスケジュール化すること、まあ、これをね覚えていくだけでも、全然そのビジネスのね進捗とかが全然変わるんじゃないかななんていうふうに思ったんで、皆さんにお伝えさせていただきました。ということでまた次回お会いしましょう。